学校法人早稲田大学早稲田佐賀中学校、高等学校早稲田佐賀中学校、高等学校は佐賀県から市東上内に所在する市立中学校、高等学校。早稲田大学の創設者、大隈重信の出身地である佐賀県に早稲田大学の継続校として中高一貫校を設立しようと OB や関係者らが計画。早稲田大学の創立125周年。 記念事業として2010年4月に開校した。卒業生の50%が、早稲田大学へ推薦入学できる。唐津市内では単に、早稲田とも。2005年、早稲田大学 OB や関係者が集まった、大熊記念教育財団設立発起人会が、早稲田大学の創立者、大熊修信の出身地である、佐賀県に、系列校にあたる。 中高一貫校を設立しようと佐賀県の唐津市や佐賀市に打診したのが始まりで、2007年1月、開校地は唐津市の唐津城直下の佐賀県立唐津東、中学校、高等学校跡地に決定した。なお、唐津市に決定した理由としては、などが挙げられた。また、2004年に並行した唐津市立体制、小学校跡地を第二グラウンドとして使用し、 取り壊しが決定した唐津総合庁舎敷地の一部を学校不設量建設地とした。2009年6月に校舎リニューアル工事と称した大規模な校舎改修工事と学校不設量建設工事を開始。2010年2月に完成し、4月7日に第1回入学式を迎えた。ありがとうございます。